ユーリャ・ボルコワユーリャ・ボルコワユーリャ・ボルコワは、リエナ・カーチナと共に、ロシアのデュオティ・ ATU のメンバーの一人である。ユーリャの愛称で呼ばれる。日本のメディアでは、英語風に、ジュリア・ボルコバとも表記される。ボルコワは、モスクワで、中流階級の家庭の一人っ子として生まれた。父のオレグ・ボルコフはビジネスマン、母のラリッサ・ボルコワは、美容師であった。 6歳の時、ボルコアは音楽学校に入学し、ピアノを習い始めた。9歳の時に、後に、リエナと出会うことになる、児童合唱団ネポセジに加入した。11歳の時に、タレント養成学校に転校し、3年後にはネポセジを脱退して、TATU のメンバーとなった。彼女自身は、不貧困によってネポセジをクビになったと語っているが、 ネポセジの代表者はこれを否定し、彼女は単に規定の年齢に達したため、卒業しただけだと語っている。2003年2月、17歳のボルコワは、モスクワの病院で、妊娠中絶したと報じられた。ボルコワは、後に2003年のドキュメント映画アナトミー・オブ・ TATU の中でこれを認めている。2004年5月、ボルコワは、長年のボーイフレンドだった。 パーベルシダーアーフとの間に子供ができたことを発表した。シダーアーフにはすでに妻と娘がいたため、この発表は大きな議論を読んだ。ボルコワは2004年9月23日、モスクワで娘のビクトリア・パーブロブナ・バルコバを出産した。彼女はそれ以来、シダーアーフと連絡を取っていない。シダーアーフと別れると、 ボルコワがスマッシュのメンバーのブラドとポリフと結婚するという噂や、ラッパーのティマティと付き合っているという噂が流れた。ボルコワは、ビジネスマンのパービーズやシノーブと付き合ってた時期もある。二人は結婚し、夫に合わせてイスラム教に改宗するという報道もなされたが、公式サイトはこれを否定している。 2007年6月頃には、ボルコワは二人目の子供を妊娠しているということが報道された。その後2007年12月27日、ボルコワはモスクワでサムと名付けられた男児を出産した。二人は将来結婚するつもりであると述べていた。2008年6月5日、ボルコワが病気にかかったため、6月19日から予定されていた。 TATU のコンサートが中止された。公式サイトは病気の詳細について明らかにしていないが、メディアは、彼女が、産後うつにかかったか、唇を拡張する整形手術を行ったと、推測している。6月19日、ブログ上でリエーナからユリアへベターというコメントが出され、その直後に、ボルコワは、活動を再開した。 2004年初め、TATU の2枚目のアルバムの収録中にボルコワの声が出なくなり、生体脳法と診断された。2004年10月に脳法の除去手術が行われた。2014年9月、ウクライナのゲーム番組、ライディテクタに出場したボルコワは、同性愛者の男性に対して、非常に同性愛権を敵と思われる発言をした。番組の司会者が、 ボルコワの息子が同性愛者であったらを非難するかと尋ねたところ、ボルコワは、ええ、私は息子を非難するでしょう。やはり、本当の男は、本当の男でなければならないと信じているからです。おかまになる権利は男性にはありませんと答えた。またボルコワは、女の子同士で一緒にいることと、男性同士で一緒にいることは同じではありません。レズビアンの方が、 心理的には、ずっと素敵に見えるような気がしますとも語った。また、彼女は、同性愛者に反対しているわけではなく、殺人者や泥棒、麻薬中毒者よりはマシだと述べている。しかしながら、男性の同性愛に対する彼女の見解は、SNS 上で怒りを呼び、彼女が極めて偽善的で、偏った見方をしているとみなされた。 TATU の元メンバーである、リエナ・カーチナは、神様は、私たちに、愛の中で生きること、寛容であること、そして他人を裁かないことを教えてくださっています。そして私はそうしています。愛は愛であり、それは、素晴らしい感情です。誰もが自由に好きな人を愛し、人生を共にしたい人と一緒にいるべきだと思いますと、反応した。 2021年4月、ボルコワは、2021年9月のロシア会員戦に、イバノボの代表候補として、ロシアにおける、同性愛宣伝禁止法を制定した、統一ロシア党から立候補することを発表し、ファンを失望させた。ありがとうございます。